このツアーは留学生に日本文化を知ってもらおうと、中野酒造、名古屋国税局、名古屋国際センターが協力して企画したイベントで、今回で2回目です。この日は県内の大学に通っている中国や台湾出身の留学生のほか、国際留学生会館の関係者らおよそ20人が参加しました。参加者たちはまず知多半島の醸造文化や中野酒造の酒造りについて映像で学んだ後、工場に移動し酒造りの工程について説明を受けました。次に参加者は米を炊いたり酒をかけ混ぜたりする大きな機械を見学したほか、酒造りに使う米を試食したりと、普段はできない貴重な体験をしていました。少し口の中に入れてると、こすってなんか布でこしてもいいですし、濁り酒といってですね、米の、その後は酒の文化館で日本酒や梅酒など4種類の酒を飲み比べました。また意外な組み合わせを楽しんでもらおうと、地元の和菓子も用意されました。参加者にとっては初めて口にするものばかりでしたが、気に入ったものをおかわりするなど半田市の名産を堪能していました。ありがとうございます。和菓子と日本酒ってなかなかこうペアリングすることはない。